回のタイトルは「カルダノエイダ重要なパートナーチェーンツールキットをリリース」です。ぜひ最後までお付き合いください。カルダノの開発元である IOG はパートナーチェーンツールキットのアルファ V1 のリリースを発表しました。このツールキットのリリースはブロックチェーンビルダーがカルダノのステークプールオペレーター SPO を活用してセキュリティをブートストラップできるようになるため重要なマイルストーンとなります。ツールキットのセキュリティと利点の強化。注目すべきは昨年開催されたカルダノサミットで創設者のチャールズ・ホスキンソン氏がα V1 の方向性とパートナーチェーンのビジョンを説明したことです。この開発は一部のチェーンのバリデーター数が限られているため低コストの攻撃を受けやすくなったために実現しました。しかしパートナーチェーンの α V1 のリリースにより開発者はカルダノ SPO を活用してセキュリティを強化できるようになりました。これは新しいネットワークと既存のネットワークの両方でバリデーターの数を急速に増やしてセキュリティ効率を向上させることで実現されます。共有セキュリティの機能の他にこのリリースのその他の利点には混合バリデーター委員会、コンセンサスモデルの柔軟性、オプトアウト機能、SPO 参加などがあります。混合バリデーター委員会は信頼できる許可バリデーターとカルダノ SPO の委員会で構成されているためバランスの取れた監視を保証することを目的としています。カルダノツールキットのコミュニティベースのアプローチ。さらにパートナーチェーンはロックインメカニズムを必要とせずにカルダノから完全に独立して任意のコンセンサスモデルを組み合わせてレイヤー1ステータスに移行できます。さらにこのツールキットによりハードウェアのアップグレードやソフトウェアの費用ごとに莫大なコストをかけることなくカルダノ SPO がパートナーチェーンのバリデーターになることが簡単かつシームレスになります。アップデートによると α V1 のリリースはコミュニティからのフィードバックメカニズムとしてのプロセスの開始を示しています。レビューに基づいて次の段階に進みます。ただし IOG はコミュニティと一緒に透明性を持ってリリースしフィードバックを受け取ることを決定しました。最初に開始されるパートナーチェーンはミッドナイトです。これはパートナーチェーンのテクノロジーをカルダノ SPO と統合しネットワークのブートストラップバリデーターとして機能します。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。